はい、じゃあ今回は、中臀筋っていう、お尻の筋肉のストレッチを、やっていきたいと思います。やり方としては、まずは、まずあぐらの姿勢からスタートします。でまず片方の足の膝を立てます。で今度はこの足をこっちの反対側の外側にこうクロスさせるように持ってきてもらって、両手をこの外側に膝の外側に抱えてもらって、手前にグッと引くんですけど、これで大事なのがここから視線を起こすことですね。丸くなっちゃうとちょっとお尻が伸びづらくなっちゃうので、伸ばすときは手前に引いた状態から姿勢を起こしてあげてぐーっと伸ばします。で同じように反対も反対足立てて反対側の足を外側に持ってきます。両手また外側に置いてもらって、手前に引いて背筋を伸ばす。これが大事です。これが中臀筋のストレッチになります。